ののの最終段のところの編み方を今からお伝えしますまず今ここは前の段の引き抜き終わったところなのでまず1目目は同じく細編みを1つ編んでくださいでその次からが、えー、と2目一度を長編みと細編みでやっていくやり方になりますまずはこの下の段にある長編みの引き上げ編みにまず引き上げを しますでここまできたら次は隣の細編みのところここに刺して細編みを編みみをまますすここ3つににしたら一気に引き抜き抜そうするとこの長編みと隣の細編みが同じ頭になって1目減っていくのでこのようにして隣も 編んでいきます。引き上げを長編みで編み、途中まで編んだら細編みを隣に編みます。で、三つ一気に引き抜く。はい、で、これえっ、ー、と細編みをと長編みが一緒に編むということは減らし目をしていっているので、この時にここをあまりきつくすると首周りがすごくぎゅッとえっと,、えー、と小さくなってしまうので、あまり ここはきつくは編まずゆったりめに編まれるといいかなと思います。